どうもこんにちは、山城と申します。さあ今日はね、どこにおるかというと、まあ三重県四日市市のこれね、西浜田ってところになります。これ前走ってるのが四日市安田道鉄道ね。まあなんで今こんなところを歩いとるのかというと、まあ単に電車に乗り遅れたというだけといえばだけなんですけど、でね、道中まあ近鉄四日市駅の方にね向かってるんですけど、まあまあね、電車のね時間がね、微妙なんで、先にね、ここでね、企画発表をね、やっちゃおうというわけでございますね。いや、まあ、失敗してるのは失敗してるんですよ。最初、品川駅に着いたら目の前に電車がピューと出てってね、ああ、閉まったと。ね。で、いや、一駅だけ歩こうかな。どうしようかな。カメラ回すからどうしようかなと思ったんですけど、日向から赤堀まで歩いて、赤堀から乗りゃいいやと、ね、思って歩いとったわけですよ。また、目の前で、赤堀の駅前で、電車がピューと行ってしまったんで、やってもうたと。仕方がないので、今、さらに赤堀からね、近鉄四日駅に向けて歩いてるわけでございます。ちなみにこの辺りとか安いよね。24時間でね、400円とかね。そう、だから普通に車ここに止めてくればよかったなという気もしてます、今。そしたら多分もう20分ぐらい早くね、着いてましたからね。で、そう、今日はね、どこに行こうかというとですね、東青山駅に行こうと、いうことでございますね。何またそんなところにってね、ないそうですけど、まあね、よく西青山駅はね、動画で上がってるじゃないですか。スープさんのところとかでもね、上がってますし、なんて言ったって、秘境駅ということで、非常に名高いのでね、有名な西青山駅があるんですけど、まあ、当然、ね、西があればね、東があるわけでございます。で、東青山駅は、ほとんど誰も取り上げてないやないのと。ね、これは良くないでしょう。ね。男女平等とかで、ね、いろいろとね、格差がね、平等が叫ばれてる時代ですよ。西を取り上げるんだからね、東も取り上げないといけないでしょう、ということでですね、うちのチャンネルでですね、なら、やろうじゃねえか。東青山駅、駅の、名所案内、完全制覇の旅、やったろうやないかというわけでございますね。まあ実際名所案内があればですけどね、多分あそこならあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、近鉄の場合はご案内ですからね。そうそうそう。だいぶ傾向が見えてきましたよね。旧近鉄ね、近鉄とかと、近鉄沿線、旧近鉄系だったね、ところにあるのはご案内。ね、いわゆる、各種施設ね。ですから観光名所だけじゃなくて、市役所とかそういった場所も入ってくるのが近鉄のご案内。で、対して JR は名所案内ってなってるんで、基本的に本当に名所って呼ばれるような、スポットしか載ってないよと、いうことですね。で、どうなのかな、近鉄の方がね、狭いエリア、駅間がいっぱいありますからね、狭いエリアだし、近鉄の方がやりやすいかなと思ったらね、何のことはない。近鉄もまあまあ遠いところね、ズトンとさしてましたよね。前回まさかの時なんかね。っていうことなんで、そのあたりは、どっちも、構図付けがたしというか、どっちにしたってハードなんやなと、いうことは覚悟した上で、早速ね、行こうやないかというわけでございますね。これは西市の一個、あ、うつべだ。今回は東青山ですからね。まあ、言うと私だってね、四日市市民なわけですよ。多少土地感はあるわけでございます。あっちは山なんです。起伏が激しいんです。今までね、二つやってきましたよね。松坂と、水波でね、水波じゃね、小泉でね、やってきましたけどね。まあ、どっちも基本平野じゃないですか。まあ、松坂城のね、城を登ったりとかね、あそこも、そのまた一夜城とかね、登ったところは、まあね、段差とかでアップダウンありましたけど、とはいえね、今回は山ですからね、多分相当起伏も激しいんで、
うちの動画で言うと起伏の激しいところって言ったら、沖津か。ね。伊勢沖津ね、行った、時の駅から散歩はとか、あの辺りがね、ハードでしたけど、多分あれぐらいハードなんじゃないかなと予測してます。あ、傷の清掃か。へぇビルの窓の清掃とか絶対無理ですね。よいしょ。まあ、西浜田までも歩いてましたからね。あっからは近いのよ。さあ。本当はね、今日ね、ちょっと午前中、いろいろと、ちょっとまた、細かい、本当野暮用だったんですけどね、を済ませておったんで、どうしようかな。明日にしようかなと思ったんですけど、なんか明日天気が悪いってことなんでね、じゃあもう今日にしとこうかと、いうことで今日収録をしとる次第ですけどね。で、どうやって行くのかですよね。特急で行った方が早そうなのかどうなのか、ちょっと駅着いてからね、調べてみようと思いますよ。はい。それで見事にね、39分の特急間に合わなかったんで、次のね、これさ、35行ったんで54分か。ちょっとだいぶ先ですけどね、この54分の、まさか行き急行で、とりあえず伊勢中川に、向かう予定かな。そんな感じですね。よいしょ。それにしても本数がガクッと減ってますね。結構朝の通勤時間とかしんどいでしょうね。7時台とか今までだいぶ走っとったのがめちゃくちゃ減ってますもんね。うわー、今日は平日ダイヤなのか、こっちなので、とはいえだいぶ厳しい。少ないね、本数が。これだと、まあ大変ですね。とりあえず54分やから、あと10分今日ありますからね。どうしようかな。近鉄の四日市の駅構内とか見てみます。そんなに、でも、あ、せっかくなんで今のうちに四日市駅の駅構内の案内、ちょっとフライングで見ときましょうね。多分満を持していつかはやるはずなんで。ただね、まあ、地元なんでね、別に連休じゃなくてもね、やれるやろうと思ってるんで、今日は、ね、こういう時でないとね、一見ちょっと遠方までね、足を伸ばそうと思うんですけど、ご案内めっちゃ乗っとるな。え？は？あ、まあ、文化会館、諏訪神社はいいや。ね、市役所とかも乗るよね。市立病院。いや、中川原駅の方が近い気がするけど、まあ、でもここからバスも出てますからね。これはバスの本数もおしまいや。中央緑地ね。これもね、アスナロ鉄道でいつも言ってますよね。アスナロ鉄道、日高駅っていうか、うちの近所や。ね、で、四日市港、あ、ここも四日市港、あ、まあ、仕方ないから四日市港は乗るか。で、市立博物館もいいよ。すぐ近く。もう目の前、ね、目の前の位置ですからね。いいや。あっちゃんのところですからね。椿さんはダメだろ。あちゃんこれ椿狼屋市よね。いや無理だろ。椿さん16キロあるよ。でしかも宮島橋まで乗っといや。言っときますか、これ同じ方角ですけど全然場所は別ですからね。椿さん寄ったついでに宮島橋とか行けないですからね。で、あと何、鈴鹿セブンマウンテン、ざっくりしたの言ったね。セブンマウンテンのうちの釈迦ヶ岳と五大塩岳と雨乞い岳と釜ヶ岳と、これ何だっけ、入道ヶ岳か。いやね、よ乗り換え米山温泉駅ってもう書いちゃってるもんな。小物駅とか言っちゃってるもんな。下車バスってなってるけど、待て、釈迦ヶ岳に行くバスなんて小物駅から出てたっけ。昔は三重交通が来とったんで、なんか路線バス走ってましたけど、今コミュニティバスだけになっちゃいましたからね。釈迦ヶ岳抜けたっけな。これはちょっと真偽ですよ。いや、ちょっと待って、これはわかりましたね。
りあえずここはオンエアカットしたんでね、また後々来た時に驚いて、ね、もう行く準備じゃあその車前につけておきますからね、もう椿狼屋市とかね宮島京なんて無理ですからね、いや、まあ、確かにそれぞれバスには行けますよ。ただねバスの本数も1日数本とかですからね。あ、椿狼屋市には2時間に1本ぐらいあるかな。宮島京ってどれぐらいしかないんだろう。あとめちゃくちゃお金もまあまあかかりますからね。もうこれはこれは厳しいね。そうかそうか。面白いのが補助料金のマップが特急料金のやつは駅の発車ホームごとにね細かくあのマップが分かれてるんですよね。だからこっち側だと名古屋方面乗ってなくて、この四日市からの、ね、値段とねあれが全部書いてありますよっていう。このデラックスシートの値段は、これはいわゆるデラックスシートの料金込みの値段なんですね。で、火の鳥のは書いてないっていうのは、こっちから火の鳥行きやとないですからね。で、料金も、あ、書いてあるね。あ、時刻表も書いてありますね。まあ、ほんと減ってるな。ピースぐらい少ないね、でとりあえずね伊勢中川まで行きますからね。ただね、多分特急の停車最寄りの停車駅は榊原温泉口なんでしょう。榊原温泉口の1個横ですからね、 D の56かなんですけど、とはいえね、榊原温泉口を置いても結局そこから月来る下道の電車が伊勢中川発なんで、まあ、伊勢中川からもう、下の電車に乗っちゃった方が変わんねえということですね。まあ、これが今すぐ名阪特急がやってくるんだったらまたちょっと話が別なんでしょうけど、でも結局ねアクセス上もうこのまま急行で行くのと一緒の電車になるみたいなんでね、まあ、急行は急行でね伊勢中川駅いわゆる、ね、特急で便利な近鉄は言われてますけど、急行でもね、ちゃんとね、アクセスとかね、しっかりしてるはずなんでね、大丈夫だと思いますわ。とりあえずこんな感じで行ってみようと思います。やってきましたよ。東青山駅ね。ここはね、一応ね、三重県の津市らしいですね。あ、伊賀だと思ってた。津なんだね、ここ。隣の西青山とかね、榊原温泉口はね、結構いろいろ有名ですけど、とりあえずなんか電車が通過してくみたいだし、せっかくやから撮っときましょうか。この駅もね、この駅でね、いろいろ特徴的な構造はしてるんですよね。まあ、二面四線の対比駅って言えばそれまでなんですけど、まあ、見ての通りトンネルとトンネルに囲まれた、あ、向こうから来るのは火の鳥じゃないですか。
これいわゆる西青山のトンネルをずーっと抜けてきて、今ですからあのトンネルがガッと下ってきたところですよね。うん、ですからいいスピードでバンと行きますよ。かっこいいよね。でもそのまま先の トンネルに入っていくっていうね、まあ、トンネルとトンネル間になりますよってところですよね。こっちはこっちへ。ダブル日の鳥。ちょうどこの駅あたりですれ違うんですね。いいですね、幸先いいですね。ということでね、東山駅、今ちらっと映ってたと思いますけどね、ありますね、駅のご案内。何、どこがある？岡目、青山、国定公園、まあ、これはもう要はこの辺りのことですよね。はい。で、花と緑の自然公園、東青山四季の里。なんや、すっごい名通りが書いてあると思いきや、これ15万3000平方メートルということで、面積が書いてあるんですね。なんのこっちやと思うかもしれませんけど、これです。まずこれを見ていきますからね。この今目の前に広がってるね、これ。これが四季の里っていうね、やつで。もう駅すぐなんです。直結でね、こんなスペースがある。これはね、結構、あの、日の鳥とか乗っててもね、電車で、沿線で、あれなんだろうって思った方いるかもしれませんから、今日ね、見てきますよ。ちゃんと見てきますよ。ということでね。これがあるでしょ。あとは、青山トンネルね。これもなんか5652メートルって書いてあるんでね、えらい遠い先、5キロ先みたいになってますけど、これはね、あのトンネルですから。もうね、このトンネルが青山トンネルですかね。ちょっと、配線がいっぱいで、ほとんどトンネルの姿が見えませんけど。うん。よし。これ OK。ね。もうこれずっと抜けていった先に青山トンネルなんで、まあ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 、もう青山トンネルもこれで見れたいな、もう。問題はここからですよ。布引き？焚き荷台？ 3.1 キロ。で、丸山草原 6.1 キロ。三角点？何三角点？ 7.0 キロ。いや、距離ありますね。とりあえず、どのあたりかも確認しながら、とりあえずね、東青山の駅をね、見ていこうと思いますよ、と。いうことで、とりあえず一回切りましょうか。とりあえず、駅を置いていきましょう。って言っても、ここもここで面白いですけどね。そういえば、このホームは、向こう場12なんですね。あれ、名古屋方面に入る、大阪線に入るとこうなるのかな。さっきまではこっち側が1、2だったんですけど、名古屋線側だと。ちなみに隣はね、榊原温泉口ってことでね、あ、温泉もありますからね、いいな、温泉、一斉な温泉。で、なぜかね、時刻表はこんなところに貼ったんですよね。まあまあまあ、本数はありますよね。うん。言うてまあ、本数はありますからね、ありがたい話でございます。さあ、とりあえず。じゃあね、青山高原の、やつも見えますし、行きましょうか。あ、この前トップカンだかも。さあ、電車が行ってしまうと、もうね、はや三密の差の字もない素敵な環境になりますけど、何度かですね、まあ、いるのはトンボとちょっとした虫ちゃんぐらいでございますからね。でね、今までのね、経験を踏まえてですね、もうね、メモ帳にね、書いときましたからね、
もうこれでね、あとはこれ消し込みしておくだけですから。とりあえず、国定公園とかも見ましょう。もう青山トンネルももう今見えましたからね。一応降りて見やすいところがあったらそこからも見ますけど、多分ね、ないはずなんで、もう山の中なんでね、このまま。特に、周りに水とかもないはずなんで、とりあえず降りてね、四季の里を目指そうと思いますよ。とかいい天気です。今日は風も少ないしいいですね。絶好のハイキング日和。ちなみにこの駅はあれですね、バリアフリーに何それ美味しいのって感じではありますね。すごいな、天井高いな、なんか声がわーって響きますよね。オペラとか歌いたくなるようなね。歌いませんけど。あ、ここは観覧だ。あれ待てよ、これなんだか足りるよな。生産機ねえな。あ、危ない危ない、大丈夫よな。出場来た。お、ギリ、結構ギリギリ。あ、大丈夫だ、チャージはできる。よし、ちょっと帰り忘れやんうちに、ちょっと今のうちにチャージやっときましょう。よいしょ。ちなみに四日市には22時13分まで入れるみたいですからね。まあまあ十分撮影時間もありますよと。そして鳥のさえずりが聞こえますな。いやいや、平和平和。あれ入ってましたかね。なかなかないですよね。ホトトギスが、ウグイスがね、これでもかというぐらいにね、ほうほけきょうとなくね、あの音をね、聞くことができるって素晴らしいですね。で、これがね、東山、いや、まあ、四季の里なんですけど、実はね、ここはね、入園自体は無料です。ありがたい。で、5時までなんで先にここ寄っちゃいましょうね。もうね、今の時点で1時回ってるのかな。そうですね。13時15分ですから。あ、で、こっちの方にはシリーズ21もね、入ってくるんですね。いいですね。あれは石中川行くかな、うん、あ、石津川行くか。はい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 。これがあれですね、まさかに見かけたやつですね。そう、あそこへで、名古屋、四日市よりも実は通勤列車の意味では優遇されてる気がするっていうね、まさか。ね、なんですけど。で、ここはね、入園自体は無料ですね。これは無料で入れます。で、駐車場がね、有料らしいんです。ちょっと私もね、車で来たことないんで、どこにあるか知りませんけどね。いや、平和ですね。平和ですね。どうですか。上は飛行機雲が、あれは中部国際空港に行くやつでしょうかね。どうですか、こんな絵に描いたような平和なところもなかなかないでしょう。で、そう、最近ね、ちょっと、気づいたことがあります。駅舎を通らないのね、私。ちゃんとこういう風にしてね、撮っとかないとね、あのサムネイルにね、いつもね、ね、さあ、いざ駅のね、サムネイルを作ろうと思ったら、あれ駅前の写真がないっていつもなってますからね。そう。で、こんな感じで、まあ、広い、園内でございますので、ちょっとじっくりと見ていきましょう。まあまあ奥までありますからね。うん。あ、ちなみに駅の構内にはトイレがないのかな。あ、一応あるわ。そこ、出たところ、入ったところに、こう、改札入ってすぐのところにありますね。ですが、一応この公園にもトイレがありますからね。いや、ほんとほんと、いただいてくせいですよ。よいしょ。じゃあ見ていきましょう。今の時期やっぱ、ツツジでしたよね、これ。綺麗に咲いてますよね。さあ、他にお客さんいるのかな？なんか不思議なモニュメントが、そこでもね、モニュメントありますけど。あ、鯉も泳いでますよ。ね、いいですね。で、この謎のオブジェクトがいろいろありますけど、説明書きあるんだな。
ね、四季の里ね、よいしょ、塔が見えん、絶妙に塔が見えんけど、まあいいでしょう、ね。で、これは何なんでしょう。ABC 国際環境造形コンクール。この辺りから、朝日放送ってなってる辺りからもね、差し掛けてきますでしょう。大阪県なんですよね。ただここは2なんで、もしかしたらもう地デジになって、ひたすらここ ABC 見れないかもしれませんけど、微妙なエリアですよね。うん、そうそうそう。で、伊賀の方に行ったら確実に、ABC、今はもう見れるはずですよ。今三重県は東海3県内ですからっていうので、いろんな、利益的な問題とかいろいろありまして、東海3県は地デジはもう、ね、東海県。っていうね、言われたりですので、三重県もってなる予定だったんですけど、いやいや、もう ABC とかね、読売テレビとか、あっちの大阪の放送に慣れして親しんでますからね、伊賀の人は。ね、そんなん急に、はい、メーテルね、CBC って言われてもね、困るでっていうことになりましてね、何せ通勤で出かけたりするのは大阪ですからね、うん、それは大阪の情報の方が欲しいわけで。というわけで、確か、伊賀の方は、ですから両方見れるようなね、お得なエリアになってるはずなんですよね。両方は見れないんだったっけな、大阪が見れるんだったっけな、とりあえず、どちらにしろ見れるようになってるんですよ。うん。今もそのはずですよ。あら、いい感じで、列車やってますもん、2両編成の列車かね。ポツンとやってきます。ちなみに急行までは止まります。で、普通急行は止まりますけど、何でしたっけ、快速急行でしたっけ、通勤快速でしたっけ、は止まりません。通勤快速です。快速急行ですよね。止まりませんよっていう、ような、塩梅になっております。さあ、いやー、オブジェクトの前を二両編成でした。いい絵じゃないですか。ね、平和でしょ。ね、で、いや、心が現れる現れる。これ無料ってのはありがたいですよね。ね、無料な分ね、で、近鉄さんがね管理してるわけですから、それはね、近鉄電車でやってきてね、まあね、近鉄に運賃落としますからね、まあ、その分、ぜひちょっとお立ち寄りいただいてね、ちょっと休んでってくださいなという近鉄さんの、ね、親心でございますよね。いやー、まあ、観光開発といえばそうでもありますけど、ね、この辺りとかも面白いですよね。よいしょ、上まで登ってみたら駅が一望できるんじゃないかな。言うて通過列車が多いですけど、ね、あ、いいですね。こうまた特急リスタカーと伊勢島ライナーですよ。この画角で撮れるの楽しいですよね。これ一番上まで行ったらどうなんだろう。あ、滑り台とかありますよ。園内ではタコ開けは禁止ね。まあ確かにこんだけ広いとタコ開けたくなっちゃいそうになりますからね。いやいやいや、ねえ、上から見たらなんかちょっとしたシミュレーターみたいな感じですよね。なんて言ったらいいの、なんか、A 列車で行こうみたいな、ねえ、素敵じゃないですか。奥にね、山々が広がり、青山高原はこっちの方面ね、全体を指すはずですけど、まあまあこの辺りはいわゆる、山あいの、土地でございますんでね、三重県はね、何してこういった山あいの伊賀とかね、こっちの方に来たら、まあここは通なんで、正確に言うと伊勢なんですけど、
とはいえね、もうこの感じになってくるとだいぶ伊賀っぽさも出てくるエリアになってます。山になってきますからね。うん、白山とかでもそうですよね。うん、まあまあまあ、もうこういうところは自由に預けそう。お、またなんか鳴ってますね。あれ、さっきこんな音鳴ってたっけ。これって駅構内の踏切の音ですけど、ここって構内に踏切とかありましたっけ。そういや、あれか、大使線に入ってくるのかな。あ、大使線に一番線ホームに入りそうな感じか。あ、そっか、それで鳴ってるのか。へえ。すごいですね。今のところノーカットにしますけど、このノーカットの感じで、このね、言っちゃなんですけど、ザ・ローカルな感じの駅にこれだけ電車が、ね、通過列車も当然多いですけどやってくるっていうのはね、なかなか近鉄さすが頼もしいなという感じですよね。で、この辺りは普通列車も通満運転なんですね。車掌さんが、ね、対応してますもんね。そう、私の列車も、まあ、上本町行きの急行でしたけどね、通満対応でございましたね。あ、これはで、また、この後ってことは、電車がやってくるわけですよね。いやー、でも、ね、何も、ね、調べずに、来てる割には、ここはね、もう知ってたんであれなんですけど、この後だってもう分かりませんよ。青山トンネル映ったら、向こう側から行ったら、青山トンネル見やすいかな。ちょっと青山トンネル映そうとしてみるだけしてみましょうか。あそこの上が一番高台ですけどね。青山トンネル映ったら向こう側から行ったら青山トンネル見やすいかな。ちょっと青山トンネル映そうとしてみるだけしてみましょうか。あそこの上が一番高台ですけどね。駆け上ってみますか、あの高台まで。年がいもなく。なんかよくわからん、やっぱオブジェクトも置いてありますけど、売店はやってないんでしょうね。これどこ売店あったんだ。あの、あそこは休憩スペースなのかな。縦横無尽に歩いてますけどいいですよね。なんか別に高品ですからね、大丈夫でしょう。ここは休憩所ってなってますね。園内での何？あ、たこ揚げはついてるね。ここは単純にシンプルにあれですね。日よけができますよって感じのところかな。コンタクトスペースとかもあるんだ。特に今は売店とかもやってない感じかな。でもなんでさっき構内踏切が鳴ったんでしょうね。そのあたりの仕組みの謎も、それまで鳴ってなかったのにね。あそこか。事務所みたいなのがあるな。あそこに行くのに一番線だけ、一番線からホームに入れるようになってるのか。それで一番線だけ構内踏切があるんでしょうね。ああ、ね、いい予測じゃないですか。で、ここが駐車場なんだ。あ、でも閉まってるね。締め切りになってる。あ、広いよ、これ。どうですか。これだけ広い芝のグラウンドね、今日貸し切りっすよ。いやいやいや。なかなか日曜日とかだとね、多分ここもお子さんも多いでしょうし。なかなかね、奥さんがね、いるね、公園とか、この前も、真っ盛りでね、結構広い公園の前通りましたけどね、奥さんがいっぱいでしたからね、そうするとね、ちょっとカメラがね、回しにくいというところがございますんでね、その点にですね、まあ、ただ私も仕事柄ね、
なかなかこういった、黒便の休みっていうのは基本ないですからね。あ、祝日もね、そうそうそう。逆に言うと、うん、これがね、なかなか、まだ慣れきれてなくてね、うん、そうそうそう。しかし、えらい長いこと、待避なんですね、ここで。というか、特に列車の待避もなく、結局出発するんだ。あ、出てったよ。何だったんだ、何のために一番線入ったんだろう。あれか、いわゆるコロナの影響で今特急が減便してますから、だから本当はここで一本特急が走っていくはずなんだ、多分。で、特急アクセスを、ね、していくはずなのに、要はコロナの影響で特急が今走ってないんで、ですけど、要は退避するのをね、は省いたりはしてないんでしょうね。まあまあ、運用上今臨時的な措置ですからね、ここのでね、これができるからといって早くしたところで、今度伊勢中川駅のね、この、アクセス、兼ね合いがありますから、ね、そこを行くってもね、っていうところがあるんでしょう。ね、それで下手に今度榊原温泉とかね、着く時間がね、早くなるって言ったらね、ってなるようなことがありますからね。まあ見てくださいよ。平和ですよ。ほらもう、蜂が、蜜を集めてますよ。自然ですよ。いやいやいや。花の蜜ね。いやいやいや。で、こっからやっぱしちょっと青山、トンネルは無理だね。見えないね。そこから下降りてたらどうなんだろう。多分見えないだろうなぁ。いやもうこれ一回降りたらまだここまで登ってくることないだろうな。この段差ですからね。はぁ、蜂が容器飛んでますからちょっと気をつけないといけませんね。また私黒い服で着ちゃいましたからね。よいしょ。っていうか黒い服しか持ってませんからね。考えてみたら白系の服ってほとんど持ってないですからね。しかも私服着ることがね、ほとんどないですから。で、ここが一応有料駐車場みたいですね。ですけど、もう完全に今日は閉鎖になってる。来る人いないっしょ、と。わざわざもう開けるの大変やしっていうような感じでしょうかね。で、まあ、これは車が入れるようにチェーンがしてありますけど、まあまあまあ、公園自体は営業してますから、問題ないでしょ。よいしょ。あ、ここから先が、進入禁止なんだ。駅前広場及び道路は駐車禁止ですと。お車の駐車は有料駐車場へ駐車してくださいと。で、駐車場がここですね。駐車料金先払いで、これ?これ?何これ?上の箱から封筒を出し、車ナンバーを記入、駐車料金を封筒に入れて、料金箱?あ、この箱、多分ここに箱が置いてあるんだ。何?その、超原始的な。で、1台1000円。まあまあ取りますね。なんとか言葉を抑えましたよ。まあまあ取りますね。ちなみにね、四日市からここまで片道900円。ぜひ近鉄使いましょう。いやいやいや。で、何これは?これは何なんだろう。さ、今、モバイル用にね、動画を撮っときましたけど、またよかったらそっちのモバイルの方もリンク貼っとくんで見ていただければ幸いでございますけど、本当何なんでしょうね、これ。どっちでもいいです。モバイルの方でもいいです。こちらでもいいんでね、ご存知の方、教えていただければ幸いでございます。で、駅だよ、こんな感じ。やっぱしちょっと、トンネルは見えない。おお。これだけ静かだと。
転接機の動く音もよく聞こえますね。まあ、ここちょっと結構近いというのもありますけどね。で、車止めもありますね。ねえ。私も今まで知りませんでしたけど、これ、よくターミナルと私取ってますけど、これ、正式名称は、車止め標識っていうらしいですね。もちろんアイコンにしてもいいんじゃないかというぐらいにね、うちは、この車止め標識を愛してやまないチャンネルとなってますけど、多分ここでしょうね。今、ビー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 になっとったのは。ここが、多分、渡れるように一番下のところでなってるんで、ビービーになったんでしょうね。という予想です。なんか来ますよ。これは、こっちから来てもなりませんもんね、今は。ね、合わないなら。おぉ。大阪難波発、名古屋駅のおすぐんようで、おぉ。これ名古屋発難波行きのおつむりをですね、ちょうどここはなんかちょうど中間点なんですね。へえ。いや、これてっちゃんあれですよね、鉄道マニアの皆さん、ぜひ青山公園の上からね、ここから映したらうまいこといけば木の鳥がちょうどすれ違うところとかも撮れるんじゃないですか。いい、撮れますよこれ。おすすめポイントどうですか。ちょっと、世の中の鉄道関係のねチャンネルの皆さんにね、おすすめスポットでございますよということですね。さあ、まあ四季の里自体は本当広いのよね。あ、でここも駐車場があるんだ。ここは月決め駐車場なんだ。ですから白山とかからあれか、この駅の近くといっても多分車で10分以上あると思いますけど、のところからね、通勤とかで使えるような感じででしょうね。契約者および送迎車以外は進入禁止ということですね。まあただ私は駅の利用者なんでね、これは問題なく入っているはずです。車はね、そういう規制がありますよということですね。で、園内マップはダメなんで、この辺りの周辺観光マップみたいなのないかな。これは東海自然歩道ね。まあ、この辺りがね、全部その東海自然歩道、ね、いろいろ指定になってますからね。三重県と東海財団。いやー、お金の匂いがプンプンする匂い、名前ですね。財団って名前ですからね。まああれですけど。で、こんな感じで、遊歩道ありますよ、という案内も出ておりますということですね。ですがやはりこの辺りはね、朝から来てね、ハイキングとかされる方多いはずですよ。で、なんだこれは、地下道があるじゃないですか。これちょっとやっぱ地下道があったらね、うちのチャンネルたるもんね。いや、ちょっと怖いなこれ。これは怖いぞ。おお。まあでも地下道があったらね、穴があったら入りたいチャンネル、それがうちですからね、このスターステールですから。ああ、サムネイル用に写真を撮ったら、これちょっと越えていきますか。越えていく前にあれだ。あ、でもすみません、散々中に入ってああだこうだ言ってました。今日すみません、休園日だったんだ。あ、今日休園日なんですね。すいません。散々なんか、騒ぎ立てた挙句に、実は休園日でしたってことで。これは、あれかな、入っちゃまずかったかな。一応そこの、利用のね、やつ見てみましょう。休園日は、毎週水木曜日。あれ？ゴールデンウィーク期間中は、開園ってなってるけど、今日は休園なんですね。あ、そうか。世の中的にはもう今日はゴールデンウィークじゃないってことか。そういう扱いなんでしょうね。ちょっとうちらの業界はね、ちょっと変則ですからね、そのあたり。で、禁止事項は、植え込み立ち入り、立ち入り禁止区域で立ち入り、
樹木ね、採集とか、焚き火はダメよ、炊飯ダメよ、で、園内での宣伝活動ダメよ、ブーピー販売もダメですよって、その他、園、入園者に対する迷惑行為ね、うん、で、休園日の入場はご遠慮ください。おっと。そろそろどこに書いてありますね。吉祥日の入場ご遠慮くださいと書いてありますね。おっとおっとおっと。でも一応、ハイキングは除くってなってるんで、歩いたりする分にはいいのかな。ハイキングは除くって書いてありますからね。うん。まあ、一応来てちょっと歩いたりする分には、まあ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 、問題ないってことでいいかな。うん。そうしましょう。よし。結構先まであるんですね、これ。これ結構歩きございありますよ、ということ。今何してね、ここの、前のところね、ここからスーッて歩いて、イベント広場のところ降りて、もうそのまま今、列車の方に来ましたんで、ここからまた先ぐるーっと、何二松山駅、だいたい 14.5 キロって。電車使いましょう、電車使いましょう。ね、国家劇場、うるーっとありますか。これ相当な軌道ありますね。切り通しと合わせたら、4.2 キロありますからね。ああ、これは、4.2 キロって言ったら、でも今から行こうとしてるところもっと先になるのか。なんなら往復歩かないといけませんもんね。うわぁ、ちょっと早いうちに、一途関東、これ、暗くなったら無理ですからね。うん。よし、ちょっと座って、場所を確認してみましょう。うん。今ね、残りのところ、調べてみたんですよ。そしたらね、上から順番に、なんか、滝見台とか、あの辺りは、何でしたっけ。青山トンネルとして、布引きの滝見台とか丸山草原っていうのが、地図で調べてもね、出てこないんですよ。で、ちょっとどこのことなのかがね、ちょっと本格的にわからないので、どうしたものかなと思ったら、うん。三角点だけはね、これね、三角点で出るのかなと思ったら出てきましてですね、わかったんですけどね、どんな感じの場所かって言ったらね、地図出しときます。ここに出しときますけどね。ドン、あ、こっちに出しとこうか。あれが入るで。ドンってね。こんな感じ。わかります？7.1 キロってなってましたけどね。道をね、行こうと思うとね、ぐらーっと迂回してね、15キロも片道歩かないといけないらしいんですよ。いや、15キロはないでしょ。で、往復30キロっすよ。マジで30キロ歩いたら夜だろう、もう。無理は無理じゃないかな。ナビタイムの方で調べてみようかな。今調べてみてたんですけどね。これ本当にちょっとわかんないんですけど、どうもさっきの道をずっと行くと、なんかね、青山高原の中の方に行けるみたいなんですよ。そうすると、なんか一応そっちの方にショートカットして7キロで行けるみたいなことが書いてあるんですよね。ただ Google マップの地図にも何にも載ってないんですよ。なんでちょっと分かりませんけどね、本当に行けるのか分かりませんけど、一応こっからこっちの方向に、一応北西ってなってるから一応確かに合ってるからな、行ってみようと思います。本当に行けるのかな、これちょっと怪しいですけどね。まあ、とりあえずちょっと行ってみましょうか。はい。調べてみてたんですけどね。これ本当にちょっとわかんないんですけど、どうもさっきの道をずっと行くと、なんかね、青山高原の中の方に行けるみたいなんですよ。そうすると、なんか、一応そっちの方にショートカットして7キロで行けるみたいなことが書いてあるんですよね。ただ Google マップの地図にも何にも載ってないんですよ。なんでちょっとわかりませんけどね、本当に行けるのかわかりませんけど、一応
こっからこっちの方向に、一応北西ってなってるから一応確かに合ってるからな、行ってみようと思います。本当に行けるのかなこれ、ちょっと怪しいですけどね。まあ、とりあえずちょっと行ってみましょうか。はい。あ、で、さすがにあそこの下をくぐったりしとったら、向こうついてね、枕闇ってなると本当に怖いんで、ちょっとすいません。今日は、あそこは、この後帰ってきて、寄れたら、寄ります。あの、地下通道の方はね、すいません。こうご期待でお願いします。でとりあえず渡って、一応、ハイキングとかそういうのに使う分には問題ないらしいんで、よかったよかった。あ、公園だーって言って、公園を走り回る動画とか、撮ろうとしてましたけど、いや、やらなくてよかった。あれだと公園利用になっちゃいますからね、完全に。よいしょ。だからでもこっから歩いてたらいけそうなのかな、ね、こんな感じ。面白いモニュメントがありますよ。よいしょ。お、これ思ったより難易度高かったな。まさかそんなところ書いてあると思わんかったな。で、見た感じもこんなの西青山の方が近いんじゃないかと思ったんですけど、やっぱそうでもないみたいですね。これちょっと企画変えて、でどうもその、三角点のところからその全部光景とか全部見るらしいんで、企画変えて駅間散歩西青山まで行っちゃいます。15キロぐらいってなってたんで、多分近鉄の中で一番厳しい駅間散歩ですけど、ね、行っちゃいます。まあただ本当にこの道が行けるのかどうかが分かりませんからね。それっぽいことが書いてあったんで大丈夫みたいなんですけど、まあ、とりあえず今また来たところをずーっと戻ってってますけど、いやーそれにしたって道中長いですよこれ。だって Google マップって大抵のところをさ、細いあの白いやつなら大抵の細いところに乗ってますよ。いやこれ車無理やんっていうところをちゃんと書いてくれてますよ Google マップさん。この道とりあえず道に出ましたね。これはすごいところに来てしまったな。あー今日は結構お手軽な企画だと思ったんだけどな。いや東青山だからあそこの目の前にあるのは知ってましたからね、この四季の里は知ってましたから、まあ他ね、そんな乗ってないでしょうと、高をくくってたら、いやいやいや、なんかすごいモニュメントがありますけど、万博のやつをイメージしたのかな。なんというか大阪感も溢れてますよね、全体的なモニュメントの感じは。で、これだ。これ？これだ。滝見台。あ、これが言うとった滝見台で、そのまま三角点の方に行けるらしいんですよ。青山高原。13.9 キロ。マジか。13.9 キロ。いや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 、これ、しかもあの、
こういった格好で来ていいところじゃねえぞ、これ。ちゃんとハイキング用のやつを持ってないと。うわー、これは。これは。やられたな。13キロでしょ。時速5キロで2時間半。時速5キロで着くのが4時前でしょ。大丈夫これ。だからってね、倒せないですよね。冒頭にも言いました通りね、高原で名のついてる通り、見ての通りもう山道ですから、今までのね、水干しとか、那須とかみたいに、そんな、テクテクと歩けるような場所じゃないですからね。ちょっとマスク取ります。無理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 。で、いいでしょ？三密の三の字もないからいいでしょ？ちょっとここはマスク取らせてもらいます。もう、偉いとこ来てしまった。これはそりゃ Google マップにも乗らんわけだわ。いや、これ雨の日じゃなくてよかったと。雨だったらいくらなんでも私だって歩こうって考えませんから、ね、いや、むしろ諦めか肝心だったかもしれませんけどね。いやいやいや、今日これやったら帰るかも。もういいかで、ね、風呂入って帰ろうかな。でもまあ一応整備はされてますけどね。境界線なんか、標識なんかもありますけど。わあ、これは、あ、獅子頭じゃねえな。これなんだったっけな。これわらびか。わらびの葉っぱだ。シダ植物も多いのはいいことですけどね。あ、若い木が生えてきてますよ。ニューフェイス。ね、あちこちも、まあまあ、それなりの育った木が多い中で、ああいった若い木があるといいですね。あと、これあれですよ。間違っても、これ半袖で来ちゃダメなところよ。皆さんに言っときまして、こういうとこ来るときは絶対長袖ね。うん。さらにさ、日焼けとかもしますしね。危ない。木の枝とかがね、当たりますからね。危ないですよ。虫とかに、噛まれる恐れも、増えますんで。下手すちゃこれ蛇とかもいてもおかしくねえもんな。いや、これ絶対いるよ。うわぁ。これ夜、これは夜はもうほんとダメですね。日暮れたらダメよ。これ案内どうやって書いたらいいんだろうな。もう、町名とか地名分かりませんから、青山高原とだけ入れるとか、右上に最近入れてるね、一応町名と場所がね、ある程度、分かるような感じでね、最近、散歩動画を中心に入れるようにしてますけど、どうでしょうね。あれで少しは見やすくなったかな。これで、青山高原コース、東青山四季の差で終わってますけどね。四季の差とどんどん遠くなってますよ。いやいやいや、これなんか小屋あるし、空気かけた小屋があるし、あの小屋にどうやってたどり着くの。まず口かけてますけど、まずよく作ったな。あれかな、ここの道路整備するときの中継地点とかだったのかもしれませんね。で、お、これはポイント来ましたよ。せせらぎコースじゃなくて、青山高原の方に行くにはこっちなんだ。こっちじゃなくてね、こっちだと、さっきのこ、ハイキングコースなんだ。戻ってく。十分。ニュルブルクリングの、もうなんだな、昔のコース並みありますけどね、こっちでも十分。で、青山高原の方行きましょう。ただね、意外と涼しくなったと思ったら川が流れてるんだ。わあ、ただ歩きにくい。
これはちゃんとしたハイキングの格好で来ないとダメ。嘘。何これ川渡り？向こう？いやこ、ちょっと待って。めちゃくちゃハードルだけな。嘘だ。そんなハードなコース設定します？金術さん。これで合ってんの本当に。だいぶ道がなくなっちゃってますよもう。これは獅子頭だね、これ獅子頭、これ紅白かな。ブラジル、あ、ベネシアっぽいな。あ、これも塩植物だと思うけどな。これ違うかな。後ろ見たら分かる。いや。嘘でしょ？ちなみにもはや Google マップ何の当てにもなりません。いやさ、これわめき立てたところで誰も来ませんからね。うっす。いや。いや、通るなよって感じだよね、これ。嘘でしょ？本当にこの先にあんの？木が閉めちゃってる。そら。あ、これで違ったらもう帰れねえぞ、俺。嘘でしょ？何これ？いや。あ、でもやっと人の作った建造物っぽいのが出ましたけど。いや、待て。ああ。あ、一応案内板あるわ。もう道なくなってきちゃってるけど。だって整備していないでしょこれ。一応青山高原こっちってなってるけど。間違ってもカメラ持ちながらやれるあれじゃねえぞこれ。やだなこれ。おお、滑る。ハイキング用の靴じゃないからな。だいぶ昨日雨だったんですよね。その兼ね合いで滑るんだから、地盤がところどころ怖いよこれ。だってもうこうなってるもん。今度はくぐるの。おお。いや、これはきついな。よいしょ。目の高さがここでしたらね。何これ川渡り？だってもうこうなってるもん。今度は何くぐるの？これはきついな。よいしょ。本当に道なき道じゃないですかこれ。
もうあちこち倒木してますもんね。多分もう道としては整備されてないんでしょうね。大丈夫かなこれ。まあでもちょっとこの辺りは道っぽい、いっぱいキノコ生えとるし。ごめん、電源撤回。これのどこが道なんだ。やだよこれ。お、お、そこそこ。嘘だろこれ。よいしょ。お、枝とか折っちゃダメですからね。これは本当にやってるかどうか分かりませんもんね。私よく道を間違える人だからあれだけど、あ、よかった、一応道はこっちだったみたいですね。これ間違いない、今までの収録の中で一番過酷だ。もうところどころこの木のトラップがあるけど、本当にやってんだろう。不要度でめっちゃ滑りやすいから。あ、ちょっと歩きやすいエリアになりましたね。言いながら足元枝に救われますけど、あ、一応標識もあるし、ここで合ってるみたい。合ってるみたいだけどさ、この辺りとかも。これ、またがな。昨日橋があったけど、絶対ダメなやつですよね、これ。踏んだ瞬間、ドカンだろうな。よいしょ。こんなところで怪我しても119番したって来てくれませんよ。一応張ってたみたい。この方言はこの向けない。こっちか。これはどうもあの起点から6キロ26メートル260メートルか来たところみたいな意味ですらしいですね。こっちに行けば行くほど数字が増えてますね。だからこれがこれに従っていけば、まあ違いなくつけるでしょう。14キロってなってましたから3分の1以上は来てるんですね。もう4分の3ぐらいまで来たのか。
どここれ。こっちか。これ。これは本当に分からんぞ。あるわ、標識。いよいよ分からんぞ、ここから。うん。近鉄のポールはあるけど、嘘でしょ。これ？え？あ、あるわ、標識。いや、これは。おお、なんか鳴いてるよ。カエルかなんかいるのかな、見えないけど、でかいのいそうですね。本当にあったんだろうな、これ。もうぬかるんでるもん。うわ、最悪。これは無理だろう。おお。あるよな、一応。あるけどさ。向こう？できる？何この、もはや道じゃないよこれ。あるけど、もはやここはいけないから、あそこからぐっと回るか。
ところどころ整備が行き届いとったところは何なんでしょうね。あ、でも標識また出てきた。なっとったみたいですね。うわ、ヘビおる。嘘や。うわ。ちょっと。今映ってましたかね。本当にヘビいるよ。ちょっとちょっと。えらいとこ来ちゃったよこれ。ここに行くか。そっち、ちょっと蛇がいますからね。蛇が嫌だよ。うわ、すげえ、なにこれ。ちょっと待って。道終わってんだけど。は？ないじゃん、もう道。あの、下にあるけど。いや、これ落ちれないよ、崖だよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ。うわ、すごい景色だ。すごい景色だけど。マジかよ。ここまで来て残念か。多分前は道があったんでしょうね、この先に。でもなんか崖崩れかなんかあった感じだね。道がなくなっちゃってるもんな。嘘だろ。っていうか蛇もおったからとっとと行こう。帰ろう。最悪だ。もう帰り道は問いませんからね。蛇もおるから気をつけていきます。ああ、マジで、何だったんだ、ここまで。とりあえず、ちょっと道の開けたところまで戻ってきましたけどね。あの、何キロって標識のあるところらへんね。さっきのところを行かされた後だったら、この道が全然、整えられた道に見えてくるもんな。とはいえ、今カメラ止めた後もね、ほんと、目の前10センチぐらいのところで、ヘビさんとご対峙しましたからね。いや、真面目に怖い。これはね、間違ってもこっちから行っちゃダメですね。急がば回れってね、言いますけどね。ちゃんとした道、あの15キロの道ね、行った方のが絶対無難ですよ。まあ、あっちもあっちで、とても歩くのには向いてない感じだと思いますけどね。もはやトカゲがいても、さすがにちょっとここガサッて行った時には、またヘビかと思ってびっくりしましたけどね。枝が多いんで。普通に枝を蹴っちゃった時の音もしますからね。あと何回か雲の巣に引っかかっちゃってますね。アリもでかい。虫が全般的にでかい。こうしてみると、あの目印でこういうの巻くってのよくわかりますね。確かに木の枝に巻いてあるとすごくわかりやすいですね。とりあえずあれですね、あの近鉄さんにはあのハイキングの案内板は取り除いておきましょうと一声かけておきましょうかね。これ下りのが怖いんだよな。人の体は登るのには向いてますけど下るのに向いてないですからね。こんなところ小鳥が落ちてたらそっちですよ。結構石地ですしね。草むらだったらね、草があのクッションになるんですけど、
石がこんだけあるとね、石がただの凶器にと化しますからね。数シートンとはわわのところがまだだいぶあるで、言うて6キロ7キロ近く歩いてましたからね。あれどっちやったっけ、わからなくないな、これね。こっち青山高原って、一応あそこからでも青山高原といえば高原ですからね。これで、あの残りのところ制覇したことを言っちゃいましょう。多分あのとこがあの三角点とかああいうの全部踏まえとったところとかとしときましょう。正しい場所はこれは車で行った方が良さそうですね。ここか、踏んだら多分落ちそうな。あ、大丈夫や、教会のエクタと。これがなきゃなかったら本当わかんないですよ。ここがポイント、本当にポイントです。ありがとうございます。こういうのを作ってくれるねメーカーさんがあるからこそ、こうして道しるべになるわけでございます。まさに道しるべですよね。他のあたりまで戻ってきましたけどね、さっきの蛇のね難関のところから比べると、もはやこれノーマルなやり方に見えますもんね。最初はここでワーギャワーギャ騒いでましたけど、とはいえ、とはいえ難しいな、難しい。おあー冷えた、失敗。さあ戻ってきましたよ、青山高原。よく見てみたら高いっていう字が昔の高原だけど、滝見台3キロってことはやっぱあれか、さっきのところが滝見台だったのかな。いや駅の構内の、駅の構内の案内、ご案内で書くにはちょっとハードル高いんじゃないかな。少なくても蛇のいないところにしましょうよ、ね。まあこれを見てね、あ駅のね、そう東青山のね、その高見台とか滝見台とかね、あ行ってみたいわと思った方はね、まずこのちょっと YouTube 見てみましょう。こんな感じですからね、ですので、あのこれ万が一あの怪我しましたよとかね、何かあってもね、あの一切あの私保証できませんのでね。で、電波はね au ね、一部かろうじてあったなっていうぐらいですから、ここら辺は大丈夫ですけどね。もはやここら辺なんてもはやストリート街道ですよ。もうさっきの道と比べたらもう、さっきここにヘビでしたからね。それに比べたらもう全然もう大丈夫。まあ多分私も二度と行くことはないでしょうけど、まあ皆さんも万が一ね、ここの方にね、来ることがあるときはね、長袖で行きましょう。でね、あの短パンなんて絶対ダメですよ。短パンね、本当に命に関わりますよ。ヘビいますからね。言うて今日靴下の下からインナーを通してあるんで、一応地肌は見えないようになってるからまだいいんだけど、っていうかおかげでめちゃくちゃ汗かいてるんですけどね。榊原温泉でも入りて、榊原温泉じゃなくてもあそこでいいや、一市の温泉でもいいや。ここは何だったんだろう、もう入るなって感じでお腹になってますけど、なかなかいいや。なんすか、青山高原コースって、せせらぎコースは多分ね、ああやって地図に待ってくれた、もう分からんな、分からんけど、あでもここはなんか入るなって感じですね。キープアウトって感じになってますもんね。あそこでキープアウトになってなかったんだから、ここよっぽどやばいんでしょ。さっきのところが立ち入り禁止じゃないってすごいよね。
いやこんだけ頑張ったんだから、これせめて100再生でも入らないと山田さんが浮かばれないよ。今回は取れ高が少ないとは思いますけど。あ、この辺りからもあったんですね、これ。まあ、こんだけ整備されとると、ね、何も気にしてなかったですけど、なんか、さっきの道の後だと、もうここがね、ほんと、あの、もう、諏訪境の、あの、メインストリートみたいな感じに感じますもんね。ああ、ちょっと蛇は気をつけとかないといけないかもしれませんけど、次踏み込む足の先に蛇がいるかなって確認しながら行く必要はないですもんね、これだったら。言っとったら出てきそうで怖いな。いやいや、ま、ただ間違いなく言えることがあります。うちの動画史上最も過酷です。これはきついよ。下手に距離歩くよりきついよ。つっても距離も何て13、4キロはこの山道を歩いてるわけですからね。前回平地で21キロでしたから、いやこっちのがやっぱきついよ。木々のざわめきが、でもいいですね。いやー自然に帰りましたよ今日は。あ、あと一応帰りにね、今日はあれをやる予定なんで、駅から散歩をね。あっちもあっちで名勝線に乗るから時間気をつけないといけなかったのに、もう何も考えられないや。とりあえずあの地下道あそこだけ通ってね行きます。もうあそこ見た後だったらあの地下道何も怖くない、行ってなんかね知らん人がうわっておったら怖いけど、あれでもアイコン持ってくればよかったな。まああれだったらね、もう30分1時間ね、普通列車待ったって何もね、損しませんから、おとなしく待ちましょう。あー、戻ってきた。マスクしねえと。まだ大丈夫か。人全然いなさそうですからね。はい、こんにちは、山城と申します。というかまあシリーズの続きにはなってると思いますけどね。ここはどこかというと三重県津市のね、近鉄大阪線東青山駅。実は東青山駅はね津駅です、津市なんですよってね。まあまあまあいいか、最初のシリーズで言ってるからいいと思いますけど、まあここだけちょっと切り抜きみたいな感じで ね東青山駅のね、駅のね構内にある、案内板にあるね、施設、感染制覇をやろうとしてね、まあ見事にもう大惨事にあったわけでございます。そのあたりはもう今までの動画を見ていただいたらというところなんですけど、くどいわってね。いや、今ね、その動画のところでもね、最初に冒頭にちらっと触れてました。なんか地下に行く地下通路があるんですよね。これをね、今から行ってみようというわけでございます。そしたらね、なんかね、石がいっぱい落とるなと思ったら、これあれですね。鹿ですね。鹿の糞ですね。奈良の鹿の糞と違って、この三重の、ね、鹿の糞はね、リアルな糞ですので、踏んだら大変なことになりますということで、自然豊かなところでございます。でもやっぱハイキングされる方は、ちょいちょい来られてるみたいですね。とはいえ、これ、すごいな。近畿日本鉄道がね、通って、西青山、東青山ってなってますけど、これは、あ、一応こっから、この通路を抜けていくと、行けるの？行けるの？本当に？いや、これ、久しぶりに電気も何もついてない感じなのかな。あ、一応電気はついてるか。ただ、これ怖えな。ってことでね、この謎の地下通路、行ってみようと思います。まあ、うちはね、穴があったら入りたい。これも、これも、一つ、シリーズにしましょうか。穴かっこ、地下道があったら入りたいシリーズ。言うて相当マニアックな人いっぱいいてますからね。何これ？怖いよ。え？
それなんかな、南側の集落に抜けれるとかそういうことなのかな。いや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 、これ相当怖いな。はい、駅が2面4線になってますからね、入廷幅は広いですからね。あ、一応ライトがついてるのは救いだけど、あ、これ、横は何、あ、ちょっと水が排水になってるね。怖っ、これは怖いよ。ちょっとちょっとで抜けたら何がある。ああ、かろうじて街灯のある、エコーすごい。これあのあれですからね、あの加工でやってるんじゃないですからね、リアルに地下道でこんだけエコーが響くんですね。すごいな。で、ただこっから先はそのまんま国道の方までずっとまた獣道が続いてる感じみたいですね。もうね、これだけね切り取って見た人なら、いやいや行かんのかいってね、岩井さんのところですけどね、もうね行ったところで次はね山の、国道が、ね、に行って、そこから何十キロも歩かないと、次のところまでたどり着けないの分かってますんで帰ります。ただいさえもうすでに、とんでもない山道を、もうほんととんでもないところを歩いてきましたんで、ね、あれはもう歩くというより登るですよね。散歩ではないですね。あれは登山って言いますよね。そういうレベルのね、ところを行ってしまいましたんでね、もうねヘトヘトなんです、もう無理です。はい、ということなんでね、これだけで一本行くか、これだけで一本は厳しいか。いやでもさっき閉めちゃったもんな。いいや、これだけで一本作ります。だから地下通路というよりは地下から行く連絡路なんですね。もう足動きませんから、無理だ。疲れた。おお、エコーがまだいいかする。もう大丈夫でしょう。なるほどね、こんな構造になってたんですね。ちなみに東海自然歩道のコースの入り口まで 7.8 キロですからね、入り口に着くまででもうゴールな気がしますけど、すごいな。世の中やっぱ歩く人はいっぱい歩くんですね。交通系電子マネー各地対応してるんだ。はい、入場。まあ漢字から言ったら草原分かんなかったけど、よく分かんなかったけど、多分途中に何かあったんでしょうね。早山トンネルの上だ、布引き滝見台、一応あの先行って、多分あの多分見えとったのが滝見台なんでしょう。あれ観光地と呼ぶにはあれですけど、 3.1 キロ本当に、いや途中にあったなんか滝がきっと滝見台だったん でしょう、で三角点7キロだから、多分最後のところが三角点、あそこ三角点ってことにしましょう。ね、正しいところはね、あのぜひ、また教えていただければ幸いでございます。駅の事務所こんなところにあるんだ。へえ、ってことは一応友人なんだここ。知らんかった。まあ、面白いですよね、この後ろ側に貼ってあったりとかね、駅名標がこんな階段の真上になったりしますからね。電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。ああ、来た来た。
ということで電車を見送って、こんにちは山城と申します。ここから一つシリーズくぐってると思いますけどね、ここどこにおるかというと、三重県津市のですね、一色所長になるはずです、河合高岡駅というところにやってきました。なんでこんな、一中間の一つ横ですね。このとこから何をやろうかというとですね、今、あれです。東青山行ってきたシリーズの帰りなんですけどね。ついでにね、何をや、ちょっとね、もう一企画やってね、帰ろうかというわけでございます。でね、河合高岡駅で降りてね、何をするんやっていうとですね、駅間散歩ですね。あ、なんや。伊勢中間まで歩くんかいって思うかもしれませんけど、もうね、前回のね、先に撮ってる動画の方でね、もう歩き疲れてますんで、そんなに歩きません。実はこのすぐ近くに、最寄り駅は別であるんですよ。それどこかというと、JR の一色駅です。どこや、思われる方もいるかもしれませんけど、うちの動画でも一回ちらっと撮ってるんですけどね、名勝線。幻の、赤字路線で有名な超ローカル路線ですけど、名勝電の実は一色駅っていうのがこの河合高岡駅からすぐ近くなんですよ。ここも一色ですからね。そうそう、ということで、じゃあせっかくだから歩いてね、ちょっとだけですけどね、名勝線乗って名勝線のね売り上げにも貢献しようやないかという魂胆でございますね。さあ、なんて言いとったらコミュニティバスかな、 あれは参考バスか、行ってますけど、で反対側も電車が来て、で今度は乙途中ですね、これは伊勢行きかな、蕎麦行きですね。おー、はいね、うわー、3人か4両編成なんや。今に残るあれですね、もう今ですか、最高端になるのかな、三人カーは。あ、ビスタカーのが古いか。ですけど、まあ、かなりオールな車両が、いったところで、さ、まあ、定期券利用の人が多そうね。さ、300円ね。もう300円で、これだけ快適に利用できるんだ、全然ありですよ。今ね、この110円ね、東青山から西青山、110円を切ろうとした結果ね、とんでもない目に遭いましたからね、それはぜひね、そっちの東青山の、駅間散歩でタイトルで上げてると思いますけどね、あっちで見ていただければと思いますけどね、東青山から西青山なんて歩くもんじゃねえ。ね、よくわかりました。てか歩けねえ。うん。ね、よくわかりましたよ。ということでね、意識上の、これは一色町のエリアですね。うん。あ、ごめん。一色じゃない。一市。ずっと一色って呼んでたけど、これ一市です。ね。一市。で、こんな感じです。河合高岡駅から一市駅。めっちゃ近いんですよ。もう通り挟んですぐなんです。ですのでね、ちょっと大きくしたらこんな感じですけど。まあ、せっかくなんでね、ちょっと道中見るほどもないかな。メインはね、こっち。ちょっと行ったところら辺とかに、いろいろとあるはずなんで、せっかくなんでね、こっちの方行ってみようと思います。駅の名もないな。どこって行ったらいいんだっけな。こっちか。この通り行ったらいいはずなんで、よいしょ。おお、多分この通りでいいと思うんやけどね。今回のラス。さあ、します。言うても。山道を14キロ近く歩きましたからね、体力は何も残っておりません、ここら辺は一市が配ってんだ。土中央じゃないんだね。一市局で周波やってんだね。
で、あ、牛トラね、ありますよと。一種の牛トラもありますし、もう言っとるうちに、あれ、こっちじゃなかったっけな。駅の案内も何もないけど、結構もう近くのはずなんだけどな。あ、これだ。なんかある。なんか書いてある。名勝線利用者駐車場ってなってるな。へえ。こっちに名勝線用の駐車場があるんだ。これか。一市駅あった。庁舎の駐車場が名勝線の利用者駐車場も兼ねてるんだ。便利ですね。ここの黄色い区画。あ、結構利用されてる方もいるみたいですね。無料で止めれるんだね。便利ですね。へぇー。で、駅は？で、ここが駅なんかと思ったら、あれ？駅ではないのか。あ、駅そっちなんだ。ああ。あ、駐車場ってなってるから駅前なのかと思ったら、特に駅前でもないんだ。ちょっと離れてんだ。あっさりしてるし、今回の駅使う散歩ね。うん。いやー。いや、さすがにこれだと、もうね、問題ないと思いますし。いい？これくらいの動画曲げとこうか。うん、まあ、せっかくだからちょっと一市の街もブラッと見てみましょうか。時間はどうかなんですよ。要は、名勝線はね、本当にさすがに一本逃すと痛いですからね。ちょっと時間を見ときましょう。いいですよね、この、のどかな感じ。もう、キングオブ名勝線ですからね。ね、名勝線、さすがなのは、これ駅の構内ですけど、何の信号とかもないでしょう。ね、それもそれで、あの、名勝線は、スタッフ変則なんですよね。うん。で、この先か、いい駅でスタッフ交換を行うような形で、表券閉塞。ん？こっから先、そっから先が表券閉塞なのか。ここは表券閉塞になっとって、その先、いい駅駅っていうところから、スタッフ閉塞になっとってっていう。本当、もう、昔は全国あちこちであったやつですけど、今やもう、本当全国でも数えるほどしかない、システムのところですね。いや、これだと大量にね、あの、ATS とかみたいな感じで、その、電子制御してるわけではないので、大量に電車を走らせたりすることはできないんですけど、まあ、そんな大量に電車を走らせることもないで、これでええやろと、ね、いう感じでやってるみたいですけど、嘘、なったよ。あれ？列車来た。あ、嘘、列車来た。めっちゃ裏から入っちゃったけど。あれ？あ、来た。来た。嘘。あ、そんなうまいこと来るんだ。前乗り。前乗りでしたっけ。一応乗る。あれ。一応乗る。さてと。すいません、勢いで真っ赤まで来ちゃいましたけどね。なんかすっかり、
懐かしさも何も感じない真っ盛りでございますけど、まだ真っ盛りのまんまになってるね。いやいやいや、ね、まさかあんな時間調べてなかったんで、あんな着いた瞬間に列車やってくると思ってなかったんで、急いでね、慌てて整理券ね、取る場所探してやってましたけど、考えてみたら JR だと駅の車内で整理券がね発行されるタイプなんですよね。あそこにある整理券が車内にあるタイプ。そう、近鉄は駅に置いてあるやつから取るのね。そうそうそう、会社によって結構違っと慌て取ったもんで、駅で急いでこの整理券があるところ探しとったけど、それはあるわけもなくて、で途中で、あ、そうやそうや、名称線はね中にあるわけ、思い出したんでね、なんとか間に合ったと思って、ドアの前で突っ立っとったら、考えてみたら半自動ですからね、押さないと開きませんからね、すっかり忘れてましたけど、であれですね、列車はね空いてるやろと思ったら、あれなんですね、めちゃくちゃ混んでましてね、学生さんがすごい大量に乗っておられましたね。まあそうか、平日あったりですからね、そういや学生さん学校あるんだというね。でどっか学校があるんだな、俺どこかピンと来ないんだけど、でだからね、感じとしてはもうね、高校の学校のクラスの教室に間違っておっさんが迷い込んだような、そんな感じでしたからね、間違い感半端じゃなかったですけど、なんとかやってきました。240円でいいみたいで、駅で生産すればいいらしいんで、このまま駅の改札でなんかちょっと生産をしてこようと思いますけど、そんな感じかな。いやいやいや、こんな感じとは思わず、よくシステム分かってないんだけど、とりあえずこれで、帰り JR、 いや今日は近鉄の方のがちょっと用事、勝手がいいんだよな。ちょっとこの後またちょっと寄る場所がありますもんでね、とりあえず本当なんか生産箱のところで、生産してなんか引き継ぎをすればいいみたいねんけど、わからんくて、よくわからんから駅前で聞こう。だから名称店は本当あそこ逃すと2時間ぐらいないですからね。ちょっと駅員さんに聞こう。あ、すいません、生産したいんですけど、さ、よく分かってなかったけど、とりあえずあれなんですね、快速メイドそのままアクセスできるようになってるんですね。結構便利ですね。で、普通に駅の窓口で生産したら生産できましたわ。さあ、何の考えもなしに真っ逆まで出てきてしまいましたけど、どうしような、弁当かなんか買ってきましょうか。